バズ・ライト・イヤーはディズニー・ピクサー映画トイ・ストーリーシリーズなどに登場するメインキャラクターの一人である。通称バズ。決めゼリフはアクションボタンを押した際に再生される無限の彼方へ。さあ行くぞ。テレビアニメバズ・ライト・イヤーのキャラクター商品のおもちゃ。台湾製。体にいろいろな仕掛けがあり、電池によって片腕がレーザービームのように光る。 空手チョップも可能でヘルメット横のスイッチを押すとヘルメットが開閉される。また背中にウィングが収納されておりウィングが開くと先端のライトが赤と緑に交互に点滅する。体はプラスチック製で関節が多く可動範囲が広い。頭部はゴム製で触ると音が鳴る仕様。収納されていた外箱は宇宙船の形をしている。 背中の蓋を開けると、電池ボックスとメンテナンス用のスイッチがあり、デモプレイリセットの3つで構成されている。この他、トイストーリーの初回収録版では、磯部ツトムあるいは現田鉄章が演じたとされている。宇宙空間に滞在したバズのフィギュアは、国立航空宇宙博物館に寄贈された。左から、監督らセター、NASA 副長官、ガーバー、ナズム艦長デイリー、 バズという名前はアポロ11号の宇宙飛行士エドウィン・オールドリンの通称バズから取られている。また顔はトイ・ストーリーのジョン・ラセター監督自身がモデルになっている。映画ファインディング・ニモでは待合室の水槽にニモが入れられるシーンで背景に登場している。映画カーズのエンディングでのパロディ映画トイ・カー・ストーリーではおもちゃの宇宙自動車として登場する。 2008年にトイストーリーマニアがディズニーカリフォルニアアドベンチャーとディズニーハリウッドスタジオにオープンしたことを記念してディズニーが NASA と協力しバズのアクションフィギュアが実際に宇宙に行くという企画が行われたバズはスペースシャトルディスカバリーに登場し国際宇宙ステーションに6ヶ月間滞在した2018年の映画シュガーラッシュ オンラインにも登場している。無限の彼方へ。さあ行くぞ。のセリフは健在。ありがとうございます。